ハン・ツルコは、世界平和統一家庭連合の教祖、文鮮明の三番目の妻。世界平和統一家庭連合の総裁。関連団体である、世界平和女性連合、天中平和連合の総裁。金星道率いる朝鮮独自のキリスト教の一派、聖主教の信者であった母の孔樹愛が、宗教活動に熱中していたため、祖母に育てられたという。 やがて純愛は文鮮明を再臨のメシ屋と信じる統一教会の熱心な信者となり、その影響により統一教会の教えに触れた。17歳の時、当時40歳であった文鮮明の伴侶として選ばれた。統一教会においては歴史上初めて完成した女性として全人類の真の母と位置づけされ、教団内では魔のお母様と呼ばれる。 真の父であるとされる夫の文鮮明と共に呼ぶ、時は真の父母様と呼ばれる。文鮮明との間に14人の子供と20人以上の孫を持つ。自身の講演や雑誌の記事でも13人の子供を産んだとされるが、これは生後7日ほどで亡くなった本来の次女である文枝真を数に入れていないものと思われる。文鮮明は、 ハンツルコと出会う以前に1944年に別の女性と結婚し、1956年に離婚したが、その間に正式な結婚をしないまま統一協会の女性信者との間に男の子を設けている。1990年頃までは外部に出ることはほとんどなかったが、1991年の世界平和アジアプジン連合創設以降、 世界各地を公園で回るようになった。また、統一協会の資金を支える日本に入国できない夫の代わりにたびたび来日している。ありがとうございます。